それじゃこの英文とその訳をせっかくだからヒイラギ読んでくれるか。はい。 If my wish comes true, I want to become a bird, even if I lose everything else。 もし願いが叶うなら、私は他のすべてをなくしても、いつか彼との思い出が眠るあの。パーフェクト。さすがは帰国子女だ。発音なんかは俺よりいいな。そんなこと。でもさすがに授業のたびにいつも読まされるのはちょっと、みんなの視線も痛いですし。そうだな。こうちゃん、あくびなんてしてたら刺されちゃうよ。それにしても佐伯先生は相変わらず大人気だね。チェッ、いけすかねえぜ。ちょっとイケメンだからっていい気になり。じゃ、そこでいかにも答えた伊吹。あ、俺女子じゃねえの。まあ分からなくてもいい。やべえ、こうはあ、なんで俺ダッチだろ。ほら早く早く。ああもう。忘れや。正解。お、マジ。まあこのくらい楽勝通過、余裕通過。英語で何より大事なのは、それさえあれば自然と身について自分のものになっていく。せっかくだからみんなも実践的な英語を身につけてくれ。一生ついていくっす。
よし、これで一件落着ってわけだ。よく眠ってるみたいだ。その前に、おい、何を。イレイス。ヒイラギさん、はあ、おい、しおりに何をしやがった。犯罪みたいね。お前はあの得体の知れねえ異界、言っとくが、ある程度説明しておいた方が秘密も守れるでしょ。え？異界、それはこの世界が何十年も前、あなたも目にしたゲートという特異点、それを起点にグリードがいる迷宮がこの世界に重なり、それがイクリプスと呼ばれる現象よ。イクリプス。それは様々なきっかけ、今回の場合倉敷さんの不安や恐怖が増幅され、そんなことが何十年も前から起きて、当然公にはされていない。多くの場合原因不明の事件や、そしてそんな異界を監視する結社ネメシス、暗き翼と真実を捉える目を掲げる私が所属している組織よ。まるでアニメっつうか、とてもじゃないか、頭がついていく。言ったでしょ、理解できなくても無理はない。倉敷さんも朝にはちゃんと目を覚ますでしょ。家まで送った。待ってくれ、まだ聞きたいこと。いくら的確者とはいえ、あなたが素人であることに変わりはない。重ねて言うわ、プロとしての忠告よ。あっ、